ようございます。本日ですが小春の萌え戦第12話の収録で、今日は将軍西小山店さんにお邪魔しております。で今日なんですけど、朝一物語セカンドシーズンを抑えました。で前回前々回か、一応勝ってる台なんで、ちょっと味を占めて今回も打っていきたいなと思ってます。はい。で一応サマエの方が前回の収録でマイナス1000枚くらいで、それぐらい目標枚数がそうですね、また1万2000枚ぐらいに戻ってしまったので、今日の収録でまた目標枚数残り4桁になるようにプラスを目指して今日も頑張っていきますので、はい、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。はい、はい、もしよければこの動画への高評価とチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、頑張ります。じゃあ朝一物語セカンドシーズンから早速実践していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、回していきます。静香咲子です。どんな対局になるか楽しみですね。黒トロフィーがあるらしいですよ。黒出ると次回 何かしらのトロフィーが出るってやつですよね。まあそのとりあえず金以上出せば、はい、でかい。え、しのぶちゃんだ。なんで？キリン、これ直撃しましたね、弱地で。つかみましたか？これやってますね。やってます。初めて見ました、これ。当たりました。投資1本です。1本で101ゲームもありました。さすが、さすが6号機。投資1本で結びの銀に入りました。結びの銀じゃない、歌舞伎物語。パネル消えてますね。チャンス、緑になりましたね。で、クライマックスバトルです。いやー、中だけ。8位。なるほど、なるほど。チャンスアップが入って2、次入ればあー入りましたね。ワンチャンあります。これでかいの、ちっちゃい。ダメか。ダメですね。一発目は疲れました。さっきのチェリーの直撃のやつって、はい、ローモードだったら相当設定差がある。そうですね、ハイにいたら設定統一で 50% みたいですね。ハイっていうのは広角みたいなもんですか？そうですね、シノブモードっていうのが直撃広角。ローモードだったらちょっとしごろが見えてくる。めちゃめちゃそうですね。もう一回引きましょう。設定差があるんで一回じゃ分かんないですもんね、うん、
でも今チェリー引いてたんですよちょっと前に、はいはい、なんでしのぶモードに上がってたかもしれないです、ね、あなるほど、ちょっと分かんないですけど、高設定ほど出現しやすい模様って書いてあります、はいはいはい、じゃあ今日こそはもらっちゃいましたか。今日はもらっちゃってますね、青のランプが当たりましたね。これこのパターンが一番いいですね、左だけパターンが。多分初期パーセント結構いいループ率もらってると思います。54、60。大丈夫ですか。まあまあ、さっきよりは全然いいですよ。いやー、1回しかチャンスアップ来てない。あ、紫チャンスアップは大丈夫です。ほぼほぼ外れないですね。あ、チャンス目はい、エティ入りました。投資が4本ですね、はい、ちょっと早かった説ありますけどね。まあ引いていきましょう、引いていきましょう、バイバイ頑張ります。5倍。78枚で初期枚数とまずで228枚ですね。前回は結構バイバイとループさせて、そうですね、てかそうやんないとなかなかこう出ない、固まった出玉、そうなんですよ、最初頑張ってトレに入れて、そっからバンバンレイヤークを引いて、速発展、あ、カットイン、これバイバイ取ってるんじゃないですか。取ってない、取ってない、そうなんで、あ、これ多分これ取ってると思います、ルーレットなんで。ボーナスとかないですかね、ボーナス引きたいな。はい、あ、バイバイですね、バイバイ入りました。早い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 、いやー、いやー30枚です。なんとかトレに入れたいですね。長い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 、危ない、惜しい惜しいですね。今日は同じホールにノムさんもいますからね。そうなんですよね、負けないようにしましょう。当たってそうな感じですけどね。なんかノムロックさんが設定56しさが出たという噂を聞きました。大変、AT が終了しました、はい、272枚ですね。しさは出ず、出ず、はい、また回していきます。当たりました、天井ですね。てかこのカットイン、なんかさっき調べたらあったって書いてあったんですよね。投資が8000円です。あ、68、高い、73、
多分 2-3 でこっちが攻撃すると結構熱かったような、まあ、73% なのでね、まあ、あんまり小原さんの言うことは信用せずにみんな持ってますよ。これ熱いですね。迷いちゃんの強めのカットイン入って忍が出てきたんで、あ、強ベルだ。え、V フラしてません？本当だ。あ、強ベルじゃないわこれ。え、強ベルじゃないです。何ですか？これ共通ベルですよ多分。どういうこと？どういう、え、わかんない。え、本当にわかんない。どういうことだ？なりましたね。なんだろう、チェリーでもないんですよね。なんかスイカをいっぱい引いてたんで、それで天井ゲーム数すごく減算をしていったとかくらいしか。いや、ずっと無になってましたからね。当たんないなと思って。ちょうど投資が1万円ですね。はい、ではよく。あ、レインボー。本当だ。やった。入れました。はい。変換取って、三回取って、いいですよ。でも結構取れました。84枚ですね、うん、終了ですね。バイバイ1回入って352枚でした。はい、はい、当たりました。あ、76 83。無理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 。あ、そういうことです。はい、291枚。当たったかもしれない。直撃またしたかもしれないです。当たりましたね。直撃しました。あ、しのぶちゃんの変換が。はい、いやー、ナビがない。いやー、取れない。あー、310枚ですね。はい、階層が入って、あ、プッシュ出ましたね。はい、当たりました。380ゲームですね。はい、ちょっとかかっちゃいました。多分300枚ぐらい使いました。もっと使ったかな。1個。これ4以上ですよ。44は確か OK だったような。4以上 で書いてはないですよ。 55% だったら、あれ、嘘、44ダメですか？いや、わかんないです。その僕が今見てるサイトには書いてないので。はい、ちょっと一回マイカウンター見ますね。歌舞伎物語178分の1ですね。結び投げも178分の1。ハッピータイム320分の1。
新事実がここで発覚したんですけど、はい、私中段チェリーを弾いてたみたいです。えあのなんか中段ベル揃いのやつですかね。あよいちゃんの強めのカットイン入ってしのぶが出てきたんで、あ、強ベルだ。え、V フラしてません？本当だ。何してるんですかね、本当に。いや、見なければ分かんなかったな。中段チェリーは16,000。16,000ですよね。あ、出ました。何ですか、ついについに出ましたね、銅トロフィー。初めて出ました、トロフィー。あー、直撃ですね。いや、天井なのかな、わかんないですけど、減算して減算してなのか、チェリーいっぱい引いてて直撃したのかわかんないですけど、当たりましたね。はい、はい、もうトントンまで。右に500枚ぐらいあるんですか。あります。あ、じゃあここで 66% 出して、出たらちょっとショックじゃないですか。あ、いや、そうっすか、出せないんだ私ってここ65 73。いや、微妙ですね、全然外せる。あ、紫光輝大丈夫でしょう。はい、入りましたね、AT です。よかった、入って。結構400くらいはまっちゃうと、もう AT 入らないともうだいぶきついんですよ。まあ、そうですね。やっぱ凍った感じですよね。まあ、保証が4ゲームしかないですからね。4ゲームは少ないですよね、保証。だからそのあといかに外れをないで、うん、あ、バイバイ入りました。そう、なんか最終ゲームのベルで抽選してるらしいです。6枚、でも72枚です。長い、え、長い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 、うわまあそうなんですけどね、チャンスアップじゃないですかこれ。ダメ。はい、126ゲームの347枚で終了です。はい、はい、ずーっとこんな感じですね間違いなく言えるのは、私が収録で打ったどの台より一番これがいいってことですね結構私見切りが早いんで分かんないですけど、私がこんなに長時間ぶん回してマイナスになってないってすごいですよ。そうですね、だって、うん、あのおなじみのどうしようっていう言葉は一回も聞いてないですよね。そうですよね、うん、当たった。急に直撃するようになりましたね、また。はい、42、あ、77。500枚以上出してないんで500枚出します。はい、はい。
60枚。お、入った。久々に、あ、取れいった。ここ。トータル500枚達成しました。結びの芸を一回経由しないとダメなんですね。なるほど。いきます、はい、長かった。やっぱ天井まではまるとめちゃめちゃ遠いですね。さすがに。青か、はい、1個。65 76、 1% 足りない。あ、これは大丈夫なやつですよね、さっきの。そうですね、高速で言えば。高速で言えば。うん。1入りました。よかった、入って。本当に。変換でも小泉くんなんですよ。77枚ですね。一応確認しますけど、あのシーサさんにまだ会いたいんですか？会いたいですよ。会いたいですか？会いたいですよ。よかったです。いや、ちょっと実は気が変わってましてみたいな言われたらどうしようかなと思いましたけど。でも半年前とかですもんね。もう半年経ってますよね。ぐらい経ってます、ね、休止期間で会いたいですよ。お、いった。おー、やっぱレベルが高いとか高いのかもしれないですね。取ってもう一個取って、取って、いや49枚ですね。ちっちゃい。ダメですよね。ラストチャンス、頑張れ。あ、でもいいんじゃないですか。カットイン、グレート買って。お、早い。あー、行きました。ギリギリ。しぶといですね。滑り込みです。バイバイ入りました。取れるかどうか。超バイバイが待ってる。いきます。はい、はい、ナビ。いや、これリプレイじゃないか。あ、ビルド、いける。取った。超バイバイ、最後の最後で。最後の最後で。あ、でも変取って、取れないの？押し順だけど。あー、2倍。揃わないかな、エクストラ揃わないか。
めて、いや終わった、いやでもめちゃめちゃ良かったです。261枚乗せました。はい、せーの、おー来ました。 AT レベル1個高そうな感じがしますね。そうですね、やっぱハマるとハマると結構ポコポコバイバイ行ってくれるんで、そうですよね。はい、バイバイです。あ、お、ファイトを上げてくれた。取れない、揃わないかな、いやー揃わないか、はい頑張りました。115枚です。はい終了です。310ゲームの初夏の862枚獲得でした。はい、今日一の出玉になりましたね。今日一の出玉に、はい、なりましたね。お疲れ様でした。今日は物語シリーズのセカンドシーズンを1日打ち切りまして、投資の方が470枚で、回収が最後の AT ちょっと伸びてくれたんで、全部で回収が1549枚なので、3枚の方がプラスの1079枚になりました。はい、4桁勝利、4桁勝利、久しぶりじゃないですか。多分初回の観客以来だと思います。せんちゃんの時も4桁で勝ってなかったので、12回目にして2回目の久々の、はい、4桁勝利になりました。まあでも第2は手応えなかなかあったんじゃないですかね。そうですね、すごい打ってて楽な部分がすごく多くて、台に助けられてるなっていう部分がすごく多くて、一応マイスローを取ってたんですけど、回転数が4857ゲームですね。でチャンスゾーン結びの儀が14回で193分の1で、チャンスゾーンの歌舞伎物語が14回で215分の1で、ハッピータイムが335分の1で、 AT の初当たり9回取れてたんで、 AT 自体は伸ばせなかったんですけど、そこでもみもみして最後ちょっと出てっていう感じですかね。自粛明け2勝1敗ですよ。めちゃめちゃいいですよね。だって6連敗してましたよ自粛前。それが今2勝1敗なんで、ちょっとこの、だからね、はい、萌え戦セカンドシーズンだったら2勝1敗で勝ち越してるんで、セカンドシーズン区切らせていただけるのであれば。ちょっと今日4桁、残り枚数が4桁までには届かなかったんですけど、まあこれからも3枚プラスを目指して頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、で今日の時点はここまでなので、もしよければこの動画の高評価とチャンネルのチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。